でも、うん、今後のもあるから、まだ僕は言わないでおきます。まあ、いろいろあります。ね、はい、この間ちょうど、こう、音響打ちじゃないですけど、はいはいはい、あったんですよ。で、音響打ちがあって、はい、その時に、谷中さんも来てくださってね、ボブちゃん役のね、いらっしゃって、で、いろいろ楽しい話をさせていただいたんですけど、うん、ちょうどなんかキャスター挨拶みたいな感じで、一人一人ペロペロって喋ってる時に、うん、こう、俺がなんかこう、いろんなキャラの、サメ塚もこうやってキャラソンをなんて話 しながら、そしたら柳さんが超ノリノリで僕も歌わせていただけるってことでみたいな素敵でしたね、ミュージカル部としてはみたいな言ってたよね言ってました、おっしゃってました、あれ超嬉しそうでさ、ねえ、これどうやって出したらいいんだろうって俺すげえ考えたの、はい、で考えた結果、うん、ゴーちゃんと一緒にこう出すってのはどうだろうと思って、おー、だからシングル1枚で、はいはいはい、ゴーちゃんとゴロちゃんと、うん、あとマリンちゃん、はい、マリンちゃんで3曲入り、いいっすね、これどうだと、岩飛びバック先輩ちょっとバックの意味がちょっとバックの意味がちょっとバックの意味が先輩先輩、あと僕アマちゃんに天城越えを歌ってほしいです、なんでいや本当何の意味もなくアマちゃんだから天城越えっつって雪乃さんに熱唱して